メルクール・シュピール・アレーナはドイツ・デュッセルドルフにあるスタジアム。ライン近くにあったライン・スタディオンを解体した上、2004年に完成した。スタジアム当初は LGU ・インターナショナルが命名権を取得して LGU ・アレーナと呼ばれていた。命名権が切れた2009年以降、エスプリ・ホールディングスが新たに取得し、エスプリ・アレーナになった。 2018年にゲーミング会社ガウゼルマンが命名権を取得。現在の名称となる。契約は10年間で1シーズンあたり300万ユーロとなる。スタジアムは5万1500人収容と FIFA ワールドカップ基準を満たしているが、2006年の FIFA フフワールドカップドイツ大会の会場には選ばれなかった。NFL ヨーロッパのワールドボールでは2005年と2006年に行われた。 サッカーのフォルトゥナ・デュッセルドルフの本拠地でもある。2010年にはアメリカンフットボールの国際親善試合ジャーマン・ジャパンボールが2010年と2011年にはレース・オブ・チャンピオンズが2011年に第56回ユーロビジョン・ソング・コンテストの会場に決定した。ただしデュッセルドルフ氏の意向によりデュッセルドルフ・アレーナとして変更された。またボクシングとしては ウラジミール・クリチコの世界タイトルマッチを2010年3月と2012年3月に行われた。エアベルリンワールドは、ユーロビジョンソングコンテスト2011開催に伴い、作られた臨時仮設スタジアム。エアベルリンが、命名権を取得した。愛称は、レナーレーナ。ホルトゥナ・デュッセルドルフのホーム残り3試合と、UEFAU-17 欧州選手権2011。 予選のドイツ VS ウクライナが行われた。ありがとうございます。